地元名古屋のみんなも、それ以外の方も応援よろしくお願いします。こんにちは、なぎょと申します。よろしくお願いします。アピールポイントは、レベル14から18あたりの精度とその安定感です。特にレベル14以上での MFC、100万点のスコアですね。これの取得数では国内トップを自負しています。得意な譜面は、ソフラン譜面、あと低速が多い譜面、ショックアロー譜面などいろんな譜面が得意です。大会本番の一発勝負に強く、大きく崩れることなく、格上相手でも物怖じせずに勝ちを狙いに行けることだと思ってます。あとは苦手な譜面配置が少なくて、ほぼ全ての譜面においてミラー、レフト、ライトなどのターンオプションを使わずに自己ベストスコアを出しています。先日の BPL0 DDR でも少し悔しい思いをした部分もありましたけれども、絶対に活躍しますので、地元名古屋のみんなもそれ以外の方も応援よろしくお願いします。コナミ